ああ、最近いろいろうまくいかねえな。先生には怒られるし、女子にはモテないし。師匠もね、ま、俺はモテるけど。母ちゃんにも小言言われたぜ。あんたたち何やってたの、この時間まで。帰ってくんの遅くない？ほんといい加減にして。へい、君たち、何誘われてるんだい？じゃあ、誰？君たちに何があったんだい？カクカクチカチカで。なるほど、君たちにとっておきの場所を教えてやるからついてきな。ここはどこ？ここは園芸ラボだ。俺はもう一周サイクリングロードに行ってくるから、あとは館長よろ。館長です。園芸ラボは学ぶ、作る、食べるの体験ができる場所だよ。園内の植物や昆虫を作った観察など園芸について楽しく遊びながら学べるんだよ。面白そう。まあ面白そうじゃん。ギル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 。お腹が空いてるのかい？ピザ作り体験やってっかい？ピザ作り？してないんですけど。ははは、大丈夫大丈夫。園芸ラボでは一部の体験は予約がいらないんだよ。そしてピザ作りなら500円でできるんだよ。安っ。500円なら金のないお前でもできるな。おい、体験行こう。うちではトマトを収穫するところからピザ作りを始める。オッケー。焼けました。11点。はい。焼けました。はい。うまそう。トマトがジューシーで美味しいです。低温トマトが甘くてうまいな。チーズとトマトがピザに合います。自分だけのオリジナルなピザができるね。いい食べっぷりだね。こんな親子や楽しそうな体験はいっぱいやってるんだけど、なかなか来てくれなくてね。他にはどんな体験があるんですか？知らん。館長、お前館長じゃなかったんだよ。はーい。今日はピザ作りを体験してもらったけれども、来週になるとジャム作りができるよ。で、今日の、お昼にはシャインマスカットケーキも作ってたんだ。食べるもの以外でもリースやハーバリウム、壁掛け、フラワーバスケットなどが作れるよ。へえ、季節や取れるものによって体験の内容が変わるのか。どういうことは飽きない。あ、楽しかった。毎週でもここに行きたいな。ヘイベイビー、また会ったな。あ、ピザマン。トマトマンだ。まあ、置いといて、体験楽しかったな。人生に兆しが見えたよ。少年は単純であった。その後、二人の少年が猛烈なリピーターになるとは、この時誰も予想してなかった。まあ、それはまたの話。